スタンダール作前川健一役パルムの総員その第40回第10章続きから「そんな無名の手紙んどまだあの連中としては罪の軽い方です」とモスカ博は答えた「あの連中は醜い国育たを日頃のなりわいとしているのですからね」 「あの悪党仲間を法廷に召喚しようと思えば何度その折があったか知れない閣下だとて」と伯爵はファブリスの方を向いた我が国の立派な裁判官たちも当然彼らに有罪の宣告を下したに違いないと思われるはずですさあその点僕は実に嫌な思いをしているのです。 とファブリスは率直に答えた何事でも率直に言えば宮廷では甚だ新鮮に響くのである。僕はその連中が両親をもって裁く奉還たちに宣告を下されるところが見たいものだと思います。これはどうも旅をしていろいろと見分されたことでしょうからそんな奉還の住所を教えて下されば幸いですがね。 終身前に彼らへ手紙を書くことにしましょう「もし僕が宰相だったら公平な裁判官がいないということは甚だ自尊心を傷つけられるわけですがね」「だが閣下はフランス人を心から愛しかつては彼らにその無敵な片腕を貸そうとさえされたこともあるのにこの際彼らの大格言の一つ人我を殺さんとせば」 われ人を殺すにしくはなしというのを忘れておいでのようですね激烈な魂を持ち終日フランス革命物語を読んでいようという連中を私の告発する人間など直ちに無罪放免するといった裁判官と共にいかにあなたが治めてゆかれるかそれが拝見したいものだと思いますね。 彼らは明らかに有罪たるべき人物をも罰しないであろうししかも己らをブルータスのとと信じるに違いないだがあなたと一つ争いたいと思うんですがねあなたの非常に繊細な心はマジオレ湖畔に捨ててきた例の少々痩せていたという旬芽のことを幾分でも悔いてはいませんかねもちろんとファブリスは はなはだ真剣な調子で言ったあの馬の持ち主には報告費も払ってやる気でいますしその他馬を見つけた百姓からそれを取り戻すにいる費用も支払いたいと考えていますでこれからはミラノの新聞をその中に失踪馬の広告でもあろうかと熱心に読む考えです僕はその馬の特徴をよく知っていますからね 彼はまことに古風な人物です」とハクは夫人に向かい「それで閣下は?と」と笑いながら続けた「もしその仮馬でシックしている時ひょっと足でも踏み外したらどうなっていますかね?」「もちろんスピールベルグ行きですよ私の親愛な老いそこでは両足にそれぞれ鎖を結びつけられる」 その鎖の重さはいかに私の勢力をもってしても、まず三十リーブルも軽くすることは困難だったとしなければならない。おそらくその別荘で十年ほどは過ごさねばならなかったろうし、そのために両足は膨らんで脱走を起こしたに違いない。そこでお医者がその両足をぷっつりと切って、ああ。 お願いですからもうそんな嫌なお話はおやめになってください」と夫人は目に涙をたたえながら叫んだ「この人はもうここに帰っているんですから」「その点私はあなた以上に喜んでいるのですそれは信じてくださろう」と宰相は甚だ真剣である「ですがこのめちゃな少年はロンバルジアへ行きたかったのなら」 なぜこの私に適当な名の旅券を求めてくれなかったんですかね。捕獲されたと聞けばすぐにミラノへも駆けつけたろうしあの国にいる友人たちも目を閉じて知らん顔をしてくれてその配下の憲兵がパルム公国の臣民を捉えたものだと装想てくれましたろうにね。あなたの旅の物語ははだ趣もあり面白くもある。 それはもちろん私も喜んでこれを認める。と、白は前ほど不吉でない調子で続けた。森から国道へ飛び出したところなど、なかなか面白い。だがここだけの話になりますが、その重木というのがあなたの命をその手中に握っていたのだから、一層向こうの生命をこちらで取るべきだった。我々は閣下のために、 輝かししいい前途を作ろうとしているのです少なくともここにおいでの夫人がそれを私に命じておいでになる。私の最大の敵といえども私が夫人の命にのみ服すると言って非難するとは信じられない。あなたが小楼からの木と例の痩せ馬に乗っていてもし足を踏み外していたとすれば夫人としてはもちろんのこと私としても どどれれほどの嘆きであったか知れない。むしろその馬があなたの命を取ってしまった方がましだったのです」と白は付け加えた「あなたは今夜は変に悲しいことばかりおっしゃいますのね」と夫人はひどく感動していた「それは我々があまり嫌な事件にばかり取り囲まれているからです」と白もかなり 興奮して続けた我々は今何事をも皆小唄によるかそれとも一二年の東獄で解決されるといったフランスにいるのではないのですしたがってこんなことを笑いながらあなた方に話すのはかえって大変な間違いかもしれない「ああそうだ私の若い老い私はいつかあなたを司教にしたいと考えている」 はじめからパルムの大司教職にはつかせられないからでこれはここにおいでの夫人のお望みでそれはし極くもっともな次第だと思う。でその司教職についてしまえばもう我々の慎重な忠告にも動かされなくなるわけですが一体どういう意見をお持ちかここで少し漏らしてもらいたいと思います。人我を殺さんとせば まず我、人を殺すにしくはなし僕のフランスの友達が甚ははだうまくいっている通りです」とファブリスは目を輝かしつつ答えた「あなたの与えて下さる地位を後をかぎりの方法拳銃の射撃をも含めたあらゆる方法で維持していくことです」「僕はデルドン号家の家系図の中にブリアンタの城館を建てた祖先の伝記を読んだことがあります」 彼は晩年その友あの子をガレアッツァから我が湖水の城塞視察に派遣されましたスイスからの侵入がまだ恐れられていた頃のことですそれでも司令官へ挨拶状を書かねばなるまいとミラノ子は別れにあたって言いました彼は自ら短い文句をしたためてそれを祖先に渡しましたが封印するからといってまたそれを取り戻しました の方がが、丁寧だろううというわけです。ベスパジアのデル・ドン号はそれをもって出発しましたが彼は学者でしたから汚水を渡る船の上で古いギリシア物語を思い出しその良き主君の書簡を開いてみましたするとそこには「彼が到着するや否や死に至らしむべし」という城西司令官への命令が書いてありました。ところが、かの スポルタ家の一員は我が祖先と面前で何かとからくりにばかり気を取られていたので文面の最後の行と署名との間をずっと白紙のままにしていましたそこでヴェスパジアノーはそこへ己を小判前城塞司令官に任ずべき命令を書きつけ手紙の冒頭を切り取ってしまいました。そしててについて 当然その権威が認められると彼はその地の司令官を井戸に投じスフォルツに転戦を布告し数年の後にはその城塞とこの広大な土地とを交換しそれが今我が一門の財産となり一転してはいつか私に年金4000フランをくれることになっているわけですあなたの話はまるで管理委員会員のようだ と白は笑いながら叫んだ今お話の事件はあまりにも大胆な復讐というものですそんな素晴らしいことのやれる機会はまず10年に一度ぐらいしか来ないものです少々愚鈍であっても毎日を注意深くまた慎重に行う者ははなだ空想的な人間を征服するのかをしばしば味わうものです ナポレオンがアメリカへ亡命しようとせずにあの慎重なジョン・ブルの方に赴いたのも激しい空想のためですジョン・ブルは感情台の奥でテミストクレスを引用した彼の文章をひどく笑ったものですいかなる時代においても下船なサンチョパンサの戸が長い間に崇高なドン・キホーテの戸を征服するものですもしあなたが 「少しも得意なことをしでかさないと同意するならもちろん甚だ尊敬すべき人とはならなくとも非常に尊敬される司教となることを私は疑わない」「いずれにしても私の警告は依然として残る」「悪化は例の騎馬事件についてあまりにも軽率であったそれは当然終身懲役を受けんばかりのことであったのです」 これを聞くとファブリスは身震いした。しばらくは驚愕のうちに投げ込まれたそれじゃああれが自分が脅かされているという牢獄事件だったのか自分の犯してならない罪というものはあれなのかブラーネス氏の予告はそれが予告である限り少なくとも軽蔑していたのだがそれが今改めて彼の目には真の前兆としての重要性を取るに至ったねえ。 どうしたのと夫人は驚いて聞いた「白尺のおかげですっかり憂鬱におなりなのね」「新しい真理を知って目が覚めたのですしかも僕の精神はその真理に反抗するどころかそれを至極最もだと考えているのです全く僕は住んでのことで一生牢獄に投げ込まれるところだったんですね」 でもあの重木は英国風の服装をしていてなかなか綺麗だったんです。あれを殺すなんて実にかわいそうなことです。西昌は彼の咲かしそうな態度に興味を感じ「彼はいずれの点から見ても甚だ立派です」と夫人を見つめつつ言った「我が友よ君は一つの制服をおそらくあらゆるもののうちで最も望ましい制服をしたわけなんですぞ」。 ああこれはあのマリエッタのことをからかうのだなとファブリスは思ったがそれは彼の誤りであった「白は続ける」「君の天国的な単純さが我が有徳の大司教ランドリー・アーニ神父の心を捉えたのです」「最近我々は君を大女祭とするでしょう」「このいたずらの面白いところは現在いる3人の大女祭が 皆手腕家であり働き手でありそのうちの二人は君の生まれる前から現職にあったかと思いますがそうした彼らが大司教のもとへ立派な書を寄せて君を彼らの主席たらしめるべく要求するであろうということですこの諸君はまず君の数々の美徳を口実とし引いては君が著名なアスカニオ・デルドン号大司教の老孫で あるとも言ううでしょう私はこの諸君があなたの美徳に尊敬を抱き始めたのを知るとすぐに大除祭中最古参者のおいを大尉に任命しました彼はシュシェ元帥の「タラゴーマ攻撃以来注意だったのです」「すぐにその略服のままであなたの大司教を穏やかに訪問していらっしゃい」と夫人は叫んだ。あの方には あなたの姉妹のの結婚のお話もなさい。姉妹がやがて公爵夫人になろうとしているのをお知りになればいっそあなたを使徒にかなえるものとお思いになるでしょうでも伯爵があなたの未来の任命についてお話しなすったことは少しも知らないような顔をしているのですよ。ファブリスは大司教邸に駆けつけたがそこでは甚だ素朴で健常だった。 そんな態度をするのは至極容易なことだったが、むしろ太鼓らしく振る舞うのに努力しなければならなかった。彼はランドリアーニ大司教の少々長すぎるお話を傾聴しつつ、自分はあの野生馬の手綱を取っていた重木に拳銃を放つべきだったろうかと、そんなことを考えていた。彼の理性はこれにしっかりと答える。だが彼の心は、 立派ななな青年が落馬してて醜いい形にににり血だらけになっている幻想には耐えられなかったもし馬がつまずいたとすれば当然牢獄に飲まれねばならなかったろうがその牢獄こそさまざまな前兆によって脅かされている例のやつだったのだろうか」。この疑問が彼には最も窮迫せる重大問題だったが大司教は彼の慎重に傾聴しているらしい態度に「 だははだ満足だった「第11章大司協定を出るとファブリスはマリエッタの家に駆けつけたが遠くから酔っ払ったジレッジのダミ声が聞こえてきた釜の黒子やろうそくの「新切り人たち」と主演を張っているのだファブリスの合図には例の母親代わりになっている仕込みばばだけが答えた。 パルムの総員その第40回第11章途中まで2021年7月1日。